12球最後の球、創業球を目前にして、俊は聖夜に自分を置いてまっすぐ教皇の間を目指すよう伝える。創業球を預かるセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われる、天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士、ウオザ・ピスケスのアフロディーテ。彼こそ俊をセイントに育てた恩師を倒した男だった。ちょっと通らせてもらうぜ、アバヨー、ピスケスのゴールドセイント。聖夜の邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが敵の山だ。アフロディーテ、どうしてあなたは僕の先生を。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。よって教皇から勅命を受けた私が彼を成敗したわけさ。君はさっき仇を討つと言った。この程度の実力では犬死にするだけだぞ。何を。あなたが先生に詫びるまで僕は戦い続ける。先生、あなたを殺したピスケスのアフロディーテは先生に教わった全てをぶつけて僕が倒します。今こそ僕の本当の力を見せてやる。さあ、君も死のもとへ行きたまえ。先生の仇を討つために僕は負けられない。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。はいと。おいやり、うん、アンデモンド、一つ教えてやろう。あの手が何すか。途中で生き返るデモンド。アランの壮烈に送られている。殺さない。前を黒腹。この先同行のままではデモンドーという王族のバラで滅多に王族は恐れて行くと進まぬうちこうしちゃいられない。聖夜のところへ行かなければ。前を黒バラ。あのバラの効果の根拠となりペガサスの後を追ったのだ。デモンローズはこの花粉を吸っただけで悪に失った。苦しむことなく闘争のうちに死ぬことができた。なるほど、まるで少女のような顔をした君にここまでの闘志があるとは思わなかった。デモンドー、これほどの剣を受けながら全く痛みを感じない。それどころか意識が緩やかに遠のいていくことがある。なるほどだ、僕はそのまま闘争のうちに死ぬのか。おとなしく目を閉じたというか、これ以上死の恐怖を味わわずに済むのは、なぜ立ち上がるアンドロメダ。僕は俺はずっと死ぬまでで本当に一人用の弱虫じゃない。別れの間際兄さんにも約束したんだ。最後まで元からしか戦うと。何ビナー、ビナー、誰も傷つけたくないの。これでいいんだ。すでにロイヤルデモンローズを受けている者は放っておいても間もなく死が訪れるのだが、どうやらその時までじっとしてはいられんようだ。よかろう、ならば即座に死をくれてやろう。
受けろ黒バラの恐怖を。ダニアン・ローズ、終わりだ。アンドロメダ、ヒラニアン・ローズに食い尽くされ、二つの鎖もクロスも失った君にはもはや何もできまい。本当は生身の剣は使いたくない。だけど僕の命もあと数分で終わるだろう。そしたら先生の仇は打てなくなる。今こそ受けろアフロディーテ、このアンドロメダ旬の真の力を。なんだこれは。私の周りの空気の流れが渦となってストリームを巻き起こしている。そう、このネビュラストリームは僕次第で限りなく激しくなる。そして最後にはとてつもないパワーに変化するのだ。バカな、アンドロメダがこんな強大なコスモを秘めていたと。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だがもしあなたが聖夜を助けてくれるなら、アテナのセイントとして心を改め先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。今こそ本当の僕の力を見せてやる。この勝利美しく制してみせよう。はいと。まだ死にきれんぞ。おとなしく死を待てばいい。兄さんと約束したんだ。やるじゃないか。最後までおとなしく戦うぞ。すぎる。力こそ正義だ。偉大な力を持った教皇こそサンクチャリを治めるにふさわしい。幼き赤子のアテナ、何ができたというのだ。違う、そんなに普通は何か諦めてくる。ならば弱い人間はどうなる。力を持たぬ者は常に力のある者に従えというのか。何、僕のネビュラを見せてやる。ネビュラストリーム。ウィナー。兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。本当の力を出してしまった。これだけの悪あがきをするとは。君にはもはやこの白バラ、ブラッディ・ローズを撃つ以外あるまい。私の手から離れた瞬間に君の心臓に突き刺さる。何者であろうとかわすことはできない。そしてこの白バラが君の血をすべて吸い尽くし真紅に変わったとき、君は死ぬ。やめろ、やめるんだアフロディーテ。ストリームはコスモを高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。受けろ、ブラッディ・ローズ。爆発しろ、ネビュラよ。見事だ、アンドロメダ。だが、間もなく君もブラッディ・ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。兄さん、僕は約束通り
最後まで男らしく戦ったよ。先生の仇も取った。これで少しでも平和に近づいたかな。代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇の邪悪の化身となったのか、ここに来れば何かわかると思ったんだが、これは教皇の死体。死後何年も経っているということは、今の教皇はやはり、なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。あんたみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰ると思わぬこと。はいと。あなたは さっきまで確かに誰もいなかったの。一体どこから出てきたんだ。こっちだよ。死ぬ必要はない。貴様をすでに知りすぎてしまった。やるじゃない。やるじゃない。ちょいとまずいかも。こっちだよ。こんなとんでもない奴らを相手にしてるのか。今さら気づいたのか。お前が相手にしているのは最強のセイントなんだ。フッ、呪いだな。不安や。おかしな手応えだな、こいつ。受けてるな。本当にここに存在しているの。死ぬといいわ、女だ。これが私の戦い方だ。一連に暴れてきてるか。はぁ、あなたは止められないんだ。聖夜たちが頑張っているんだ。この前にイーグルと諦めてどうする。万物の根源なんて原始を行くだけ。この娘はおしゃべりなんてことない。あなたは見つかるぞ。そろそろまたイーグルよ。もう勝ったつもりかい。なんてことない。余裕で騙して流星時代を見るよ。受けたりな。おしりなさい。覚えときな、あらわしの爪の恐ろしさをね。聖夜には見せられないね。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらく。こうしちゃいられないよ。この命に代えても聖夜のところへ行かないと。